ホルヘアンソニー・サンチェスは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB シンシナティレッツ参加所属。2009年の MLB ドラフト一巡目で、ピッツバーグパイレーツに指名され、プロ入り。全体4位という指名順位は、ボストンカレッジからプロ入りした選手の中で、歴代最高順位である。2010年は、 A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし3月8日の開幕戦でスタメンマスクをかぶった2012年11月にルール5ドラフト前に40人枠に入った2013年6月21日メジャー初昇格同月23日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦で8番指名打者でメジャーデビュージョーブラントンから メジャー初安打となる二塁打を放った。この時のボールは、ライトのスコアボードに挟まってしまい、試合後に、サンチェスに渡された。2016年1月6日に、ネフタリフェリスの加入に伴って、ディーフとなり、13日に自由契約となった。2016年2月19日に、トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。シーズンに入ると、参加のトリブル A 級。 バッファロー・バイソンズでプレーしていたが、7月28日に自由契約となった。2016年8月3日にサンフランシスコ・ジャイアンツとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級サクラメントリバー・キャッツでプレー。9月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、メジャーでの出番はなかった。オフの11月2日に40人枠を外れる形で、 トリプル A 級サクラメントへ配属された後7日に FA となった。2016年12月1日にエンゼルスとマイナー契約を結んだ。2017年は開幕から8月末まで参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズでプレーした。2017年8月31日にブランドン・フィリップスとのトレードでアトランタ・ブレイブスへ移籍した。 9月12日に40人枠から外れる形で、AAA 級グーイネットブレイブスに降格した。9月24日に再びメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。10月23日に再び40人枠から外れで、AAA 級グーイネットに降格し、同日 FA となった。2018年2月25日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。 ありがとうございます。